はい、どうも皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでさー、しゃー。ここぬ。というわけで、皆さんに言いたいことがあります。それは何かというと、サムネ、カスタム、そして、スタイル的に考えて、お願いします。まず、ちょっと待ってな。まず、ちょっと待ってよ。まずこのサベランゲームズできた日が4月23日、まあちょっと動画作る、まあ事情、おい、動画作っとる事情もあるから、まあちょっとそれ、まあ日にちはずれるんやけど、今日が4月22日で、この動画で出てるであろう日にちが4月23日ということは、1年間頑張りました。僕1年間頑張った。これだから今日1周年記念動画になります。よろしくお願いします。というわけなんやけど、ちょっとあれすぎやな。ちょっとまあ懐かしいやろ、これこのな、帽子かぶってサングラスもしっかりつけて、でそれでもって自然使っとってやれ、自然使って、でこの失敗してグリーンバック処理失敗してる。そう、これがかつての俺、このスタイルね、当時やる予定だった。基本的に、そうだね。まあ、さあ、みたいな感じ、醸し出したかったから、その、まあ、当時は、あれだね。その、3レースしか取ってなかったかな。3レースしか取ってなくて、まあ、それで、まあ、正直それで良かったんやけど、まあ、でもそれでも100人いけたから、まあ、結果オーライやとは思っとったんやけどな。まあ、やっぱ伸びるためには、もっと必要やな、みたいなことを考えて、あ、強ないこれ。あ、強ないこれ。あ、強いっすよ、これ。まさか、え、トゲが来ちゃってこれ。強いんじゃないの。はい。はい。ビューって来てこれ、勝ったーよーし。まあ、1レース目で解雇中を再現できたので、まあ、グリーンバックはまあ処理しますよと。まあ、これが、まあ、俺の、今の姿です。どうせ成長したよね。まあ、自然はもう貫き通すけどさ。いや、でも、にしてもだよね。1年で、登録者319人くらいってさ、なかなか成長したと思うよ。あんな感じだったのがもう、ね、高校生になってね、懐かしいよ。あんな受験って言ってる頃が。めっちゃ懐かしい所存でございますが、まあ、これはいい、まあ、これチーズランですね、これ。まあ、前張る、まあ意味もなく、ただ前張っとるだけやんけど、まあな、これ、普通に前抜けで勝ってみたいところはあるんやけど、まあ、動画的に、さ、これ、あれじゃない？動画的にもう、打開してほしい、っていう願望聞こえてくるんやけど、はい、いいよ。ここしっかりリスク決めるんですよ。これが、プロ。あ、そしてトゲも来ると。トゲも来ちゃうんですね、これ。まあ、ただ、テレ先をつけたいんで、はい。ああ、やばい。やばい。まあ、ああ、ちょっとやめてよ、それ一番嫌なところで振りやがった。まあまあ、まあでも、トゲ受けてないから、まあ、まあ、結果オーライ。よし。結果オーライで、ああ、ちょっと待って。ね、ちょっと待ってよ。あ、オッケー。赤とか来てるわけないよな。やんな、それ。どうしようかね。普通に走るのもありやんけどな。トゲが消えちゃいました。じゃあ、これは譲ります。これは譲るんやけど、ちょっとそれは、普通に、ちょっとやめてくんねえかな、って言ったところなんやけど。よいしょ。はい。キノコ来たい。キノコ来たい！何しとんの？これみんな勝ったよ！ちょっと待って。ガチ強い。これマジで強い。あの、冗談抜きで、強い。あれ、これ。後ろのね。あ、そうそう、オッケー。これ気をつけてて。はい。はい、キラキラ、ピューンって使ってー。危ない。いじめー。はい、というわけで、ラストを飾るのは、もう毎回走ってる気がする。キノコカニオン。はい、ここんねん。あ、待って。あー、失敗しようだ！やばい！やばくない。まだ言うて。
言うてだから、はいはい、今夜はしっかり集めて、止まりません。ここ止まるわけがありません。はい、ここは止まります。ここは止まります。金を揃えたいです。金を揃えていきたいところだが、はい、ここでもう一枚取り、しっかり処理決めていく。はい。お、強いんじゃないこれ。まあ、バゲモンまで、バグボックス、さっきの、さっき橋とかあるやん。さっきダブルアイテム取った頃、あそこが、バグボになってるから、それは俺なの。カヤカ飛んでこない世界がいいな、俺は。その世界を望んでる。以上。まあ、金は一旦10枚ね。オッケー。これね、多分ね、なんか引けると思う。え？え？なんか俺、え？え、チート使っちゃいました。まあいいや、もう一回、もう一個使って、はい。あ、これ強ない。あ、皆さんこれ強いです。ありがとうございます、これ。これ、かーちもしたんじゃないのこれ。じゃあ。ふ。で。はい、しっかり書き込み決めて。あ、強くね？あ、強くねこれ。被弾もしなければ強いっていうところであります。はい。あ、強い。だけど、これはちょっとキノコ、キノコちょうだい？キノコ積もって。スターじゃ無理なの。スターじゃダメなの。積もんないか。ちょっと、一か八かで行くこれ。ちょっと待って。